ちょっ久しぶりの、グランドということで、はい、まあ、今回はですね、はい、まあ、せっかく球場っていうかグランドなんですけれども、うん、ちょっとこうみんなが気になる質問豊さんにぶつけていこうかなと思います。なるほど。プロ野球選手ってやっぱりこの夢ある職業じゃないですか。プロ野球選手が一番乗ってる車ってどういうのがあるんだろうと。なんだろうな、どんな車乗ってんだろうと。そりゃ、いや、俺らの時言われたのは、はい、身分相応の車には乗るなって最初言われたんだよ、ね、おー、なるほど。で、活躍してからいい車乗れと。ああ、身の丈に合った。そうそうだね、はい、まあ、それで一つ車がステータスにもなってたし、うん、だから俺らの時はやっぱベンツっていうのが、ベンツはもうそっちじゃないっすよ。そうじゃないですか、もう。でベンツ初めて乗った時は嬉しさがあったけど、ああ、まあ、俺がちなみに乗った中で最初クラウン、おお、渋いとこ、渋いっすね。クラウン行って、マーク Z 行って、はい、あ、 Z フェアリリーグ、はい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 、でソアラ行って、おお、いいっすね。ポルシェ、おお、あ、いいっすね。ポルシェ、ベンツ、BM、ジャガー、ポルシェ、ベンツ、ポルシェみたいな。うわすげえ、やば。1年の中で3回ぐらい帰った時期もあった。マジっすか。でも今なんだろうな、今の選手ってどうだ、車とか興味ある、まあ、車に興味のある人は、はい、やっぱ車に金もかけるし、やっぱそうですね、いい車に乗ろうとするよね、はい、でも昔ほどなんていうの、そんなにいい車に乗るというよりも、うん、ファミリーカーに乗ってるというか、ファミリーカーの中のトップクラスを乗ってる。あ、なるほど。なんかそんな選手もいるよね。へえ。だから今数で言えば何が多いのかな。昔は圧倒的にベンツが多かったけど、いや、相方もあのメーデンじゃないですか、愛工大メーデンのなんか練習をその山崎武さんと、どう、武は車好きだもん、福留さんが一緒に来た時に、うん、なんか高級車2台ピーって止めて、そこからバタンってなんかサングラスかけて出てきたみたいな話が歩いたりする。そうですね。河川敷、もう田舎の河川敷、フェラーリ2台でブワーッと走ってきて、めっちゃかっこいいです、フェラーリ。フェラーリですよ、やっぱり。夢ありますよ。足の遅い選手は速く生まれる。あ、なるほど、それ面白いですよね。いや、そんなことはない。俺だって憧れたし。あ、やっぱそうですよね。スーパーカートリオって言われてるんで、ね。いや、そうね、やっぱり。この選手すげえの乗ってたなみたいな人います？この人。これはやばかったみたいな。昔、落合さんが、あれ、なんだったの、アストンマーチンか。アストンマーチンの改造車みたいな。改造車っていうのは、その、防弾ガラスがついてるとか。非常に車重は重くなるんだけど、なんかそういうのに乗ってたっていう噂だよね。実際に俺、見たことはないけど、そういう話を聞いたことはある。いや、これさ、俺、びっくりしたのがさ、はいはい、俺、プロ1年目の時に、はいはい、3A の選手とメジャーの選手と同じ契約で太陽に入ってきたの。で、アリゾナっていうところから近かったんだよね、2人の外国人の、はい、家が。で、3A の選手はさ、もうシートに穴開いてんだよ。ボロボロの車で来たの、なんだこれって思ったんだけど、やっぱメジャーのやつは、ポルシェの、なんかめっちゃかっこいいやつで来たよ。うわー、ラコックっていう選手だったんだけど、へー、これだけ差があるんだと思う。わかりやすく、やっぱりだから貧富の差というかさ、はい、実力の差っていうのはメジャーでも車に出てたよね。うわー、やっぱり今でも給料的に運転手もつける選手もいるから、だから運転手が運転するような車、あ、自分は別にプライベートの車を持ってた、ね、なるほどなるほど。でもね、ナンバーは気をつけたね。ナンバーで運のある番号、はい、ない番号ってあるからね。ああ、なんか前話されてましたよね、その息子さんもなんか一緒番号にして、うちは全員一緒番号はね、番号は全部一緒。 あ、これ見たら、はい、あ、高木家だっていうのをそれはさすがに言えないですね。言えないですね。それはいいやね。いや、いいよ。それは言えないですね。で、野球選手で背番号つけるやついるけど、一発でバレるからね。いや、いい車に番号、まあ、例えば3とかついてたら、はい、あ、こいつあの車、いたずらされるから、ね、確かに、ね、そういう単純な作業はしないよ、はい、番号にも気をつけてくださいと、はい、いうことで、ね、はい、はい、ちなみに今の、はい、豊さんの車は何になるんですか。それ、これやっぱりもう皆さん知りたいんじゃないですか。夢ありますから、はい、あれだよ、
軽音の改造車だめちゃくちゃダセー。